はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではケイオスの簡単な使い方を説明しました。今回はもう少しリアルに壊れるようにしたいと思います。具体的には2つのことを行います。1つ目が質量が破壊に影響を与えるようにするということと、もう1つはクラスター化について解説したいと思います。それでは早速やっていきましょう。ではまずはじめに質量についてから、説明します。これは簡単に行うことができます。以前の動画でジオメトリーコレクションを作ったと思います。でそのファイルを開きます。これですね。で開いたら、マスアスデンシティですねにチェック入れます。次にこのマスに数値を入れるんですけれど、これは質量というより密度ですね。で単位はキログラムパーメートルで、この今2300入れてますけれど、これがアスファルトの質量密度になります。でこれらを入れて保存し直します。でこの赤色は前回と同じ質量の概念を与えていません。ここをフォルスのままです。でこの青にさっきの2300という質量の概念を与えました。それではどう違うか見てみましょう。違いがありましたね。赤と青いで壊れ方がこのように違います。でこの質量なんですけれど、このダメージの敷地、ここですね、ダメージの敷地に密接に関係しています。例えば、両方とも敷地を14000ですねにしてみます。赤もで青色も14000にして、でこっちの方も質量の概念を与えます。チェック入れて、ここは例えば10ぐらいにしときます。ので赤色が質量が10で青色が2300ですね。これでプレイしてどうなるか見てみます。すると全然違いますね。赤色はほとんど壊れないに対して、青色は簡単に壊れてしまいました。でこのようにですね、この質量は重ければ重いほど与えるダメージ量というものが大きくなって、軽いものほど与えるダメージ量が小さくなって、このダメージ量を超えにくくなります。ここまでが質量についてです。それでは次にクラスター化について解説していきます。でもう一度この青色に注目しててほしいんですけれど、プレイしてみると下から順番に壊れて100個の破片が出来上がります。分割数100にしてるんで一気に100個に分離してしまいます。設定がそうなってるからで、当たり前っちゃ当たり前ですけれど、でも現実的には、普通は大きな塊に壊れて、もしくは大きくひびがいったりして、それが小さく壊れるということの方が多いかと思います。それでこういう挙動にするためにクラスター化というものを行います。クラスター化の方法なんですけれど、ここを、モデルをフラクチャーにしといて、でクラスター化したい、スタティックメッシュを選択します。でここの、クラスターのタブがあるんで、ここのオートを選択します。で選択するとこういう画面が出てきます。でこのクラスターサイトのここに、クラスター化したい数値を入力します。今回は50という値を入れます。で入れたらここのオートクラスターを入れるとここに50が入りました。最初の100はレベル2っていう別のレベルに移動して、レベル1にさっき入力した50っていう値が入ります。色分けして見てみますと、ここのフラクチャーレベルを1にすると50分割されたもので、レベル2にすると、最初の100個の分割が可視化されます。
で、これはずっと分割することができて、例えば10、次に10個に分割するとすると、ここのオートクラスを押すと10に分割されます。これをもう一回すると、ここですね、10ですね。要は何やってるかというと、これがレベル1の10分割で、これがレベル2の50分割なんですけれど、これ隣接する破片ですね、破片が、を無理やりくっつけて、人との塊にするんです。まあ、このこの辺を見といてほしいんですけれど、これをレベル2からレベル1に切り替えると、まあ、こういう形、避けると、ここですね、ここがレベル2になると、まあ、こういうふうに分割されたようになっています。だから、レベル2からレベル1は、まあ、ここを一塊にされているんですよ。こういう感じです。で、これがレベル2で、これをさらに細かくしたのが、レベル3、一番最初のものですね。これがクラスター化のやり方になります。で、値を、最初は大きく大きな値を入れておいて、で、だんだん小さく値を入れていって、まあ、応答のこのボタンを押していきます。で、するとこう、まあ、だんだん小さい値にクラスター化されていきます。それでは、まあ、実際に見てみましょうか。で、こっちは、元のやつにしときますか。なので、値を2300にしておきます。これで質量は両方とも2300で、こっちがクラスター、赤色がクラスターかなしで、こっちがありです。でプレイで、少し変わったの見えましたかね。青を見ていてほしいんですけれど、全体的にひび割れするんですよ。この10分割のようにこうバンってひび割れします。これが、クラスター化、なんですけれど、これだけだと、この機能はまだまだで、まだ活かせてなくて、これを選択している状態で右側の項目に移動します。で、例えば今マックスクラスターレベルが100になっているので、レベル100まで、バラバラに分解、されます。最終的には、例えばこれを1だけ見たかったら、ここに1を入力してプレイすると、レベル1だけ分割されて、レベル2と3は無視されます。これを2にすると、これマックスクラスターなんで、レベル1と2だけです。要は1から2で、3は無視される。だからこれで言うとレベル1と2なんで、まあ、50分割されて終わりっていうことになります。で、まあ、元に戻しておきますと、でここの、ダメージの死刑値ですね、ここも、各レベル設定できます。でこの最初の0がレベル1が壊れるダメージの死刑値になります。で今レベル3まであるので、残り2つ追加します。ここのプラスを押します。で、例えば最初、まあ、50万ぐらいにしましょうか。1,10,10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 0,
10万ぐらい。まあ、値は適当ですけれど、まあ、次。ですけれど、でこっちもクラスがクラスター化してあって、でこっちも50万ぐらいにしときましょう。なのでこっちがクラスター
化してて、ダメージは一つだけで、こっちはクラスター感増してて、まあ、ダメージ量の敷地が3つ入れています。で、プレイしてみます。で、崩れ方違ってますよね。青は、一瞬、まあ両方ですけれど、まあ、全体的に、レベル1の10個の日々が入って、さらに崩れるに従って、粉々になっていきます。まあ、崩れ落ちて、それが、まあ、どこかに当たると、さらに分解されるっていう感じですね。で、その時の敷地が、まあ、この値だったり、まあ、この値になります。で、最初は大きい塊で、それがだんだんちっちゃくなるので、この最初のところでダメージ量は質量に関係するって言いましたけれど、ちっちゃくなればなるほどダメージの敷地に超えにくくなるので、ここが、大きいまんまだと、値が極端に大きいまんまだと、このレベル1から2に、いかなかったりします。例えば上が50万で、下も、まあ、それに近い、はい、49万ぐらい、1、10、100、しといて押すと、まあ、こういうふうに、全然壊れなかったりします。要は、崩れるに従ってちっちゃくなっていくので、まあ、それに応じてここのダメージ量も小さくしていかないといけないということになります。今回は以上になります。次回はですね、今までは単にプレイを押したらもう即座に全部壊れてしまうんですけれど、次回以降は武器を使って初めて破壊できるように処理を組んでいきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。応援していただける方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた。